皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。突然ですが、日本人が最も好きな時代といえばいつでしょう？なんとランキング1位に江戸時代や平安時代を抜いて昭和が輝いたことがあるんです。さらに近頃ではレトロブームとやらで10代20代の人たちで喫茶店が繁盛しています。昭和の魅力は若い世代にも伝わっているんですね。さて、今回はかつてはごくごく一般的だった昭和の常識をお届けします。一つ目は有人改札です。毎日目にする自動改札機、これ当時はなかったですよね。改札を通るために駅員さんに切符を確認してもらい、改札を通った証として専用の改札パンチで切れ込みを入れてもらい、出る時には切符を渡す仕組みでした。ハサミをパチパチと軽快にさばいていく駅員さんの姿がとてもかっこよくて、子供の憧れの的でした。毎日おなじみの駅員さんが立っていて挨拶してくれたり、誰も通らなくてもパチパチと鳴らし続けている人とか、いろんな駅員さんがいましたよね。個性があって楽しかったものです。ちなみにこの切符の切り込み、なんて呼ぶか知っていますか？ハサミコンというそうです。駅によって形が違い、140種類ほど存在したようです。改札口に立つ駅員さんは自分の路線に使われている形と駅はすべて覚えていたそうです。2つ目、電車に扇風機。電車といえば扇風機ついてましたよね。あれ、そういえば今はないなというくらいメジャーな位置づけです。冷房車がなかったため扇風機が取り付けられていたんですね。日本の鉄道に冷房車が普及したのは昭和40年代半ばのこと。それまでは猛暑の夏でも満員電車でも窓を開けて生ぬるい風に当たるしかなかったですね。この小型扇風機といっても平成の初め頃にはほぼ冷房車が普及していた頃にも天井を見上げれば据え付けられていました。今では東京近郊では東急8500型などお残すのみとなっています。こうした扇風機搭載の車両は日本各地に中古車両として転用され、運行を続けているものもあって、旅先で出会うと妙に嬉しくなってしまいます。通勤電車に続いて思い出されるのが会社への出勤に関するこちら。3つ目、半ドン。午前中に仕事や授業が終了して午後が休みになるあれですね。午前中は出社するとはいえ、今まで休日は日曜日のみだったのが週休2日制に移り変わっていく新しい時代を迎えようとしているなと強く感じたのを覚えています。第二次世界大戦後、1960年代からは土曜日を4時間労働にして週休2日制を導入する自治体が現れました。1980年代以降は完全週休2日を導入する企業が増え、1992年には国家公務員に週休2日制が導入されました。とっても馴染み深い週休2日制という言葉、実は死語になりつつあるんだとか。フレックス制度が整い、定期的な早期就業が少なくなったことが原因だそう。知りませんでした。驚きです。会社では電話がメイン通信手段でしたね。会議の時によく使われていたのがこれ。4つ目、オーバーヘッドプロジェクター、いわゆる OHP です。学校でも図形とか写真使う授業の時によく使いました。高学年になると発表の資料を自作することもありました。暗くしないとうまく転写されないので、窓際の席の生徒はしょっちゅう先生からカーテン閉めてと言われていましたよね。5つ目はこちら。117時報です。この音は国民全員が知っていました。時計のズレを直すのに
電話をかけて正確な時刻を確認していました。時計がずれると学校や会社遅刻したり、テレビの録画予約時間がずれてて番組の途中から録画されてるとかね、ありましたね。20年前まで携帯電話なんてなかったんで、時計は生活必需品でしたよね。最近では時間はスマートフォンで確認したり、電波時計が多くなっているので時間を合わせる必要が極端に少なくなりました。ちなみに今でも117はつながります。電話つながり6つ目です。親戚と友達の電話番号は覚えていた。家庭に1台の固定電話、当然電話をかけるたびに電話番号を打つもしくは回す必要がありました。母は親戚の電話番号を何件もスラスラと言えました。昭和生まれの同窓会では、お前んちの電話番号を覚えてるぜなんて会話が飛び交うのはよくあることです。固定電話での困りごとは何と言っても間違い電話です。なぜか何度も同じ間違いをしてしまう。何度気まずい思いをしたでしょうか。また家族に聞かれたくないときは、電話ごとなるべく部屋の近くまで引っ張って壁を向き、家族に背を向けて話したりしましたね。そして電話の隣に必ず置かれていたのが電話帳と呼ばれるメモ帳です。名前と電話番号を記載するというシンプルな目的ながら、なぜか工夫を凝らした商品が数多く出回っていました。電話帳にはもう1種類、7つ目、個人情報は漏洩が当たり前、NTT が各家庭に配布しているものがありました。とても分厚い冊子で、企業や学校などの電話番号が載っている、タウンページと個人宅の電話番号が載っているハローページがありました。ほとんどの個人宅が掲載されていたので、知り合いの電話番号を調べて、電話をかけるなんてこともできました。当時は個人情報なんて概念はなかったですね。ハローページは2021年10月に最終版が発行され終了となりました。8つ目、どこでもタバコ。これはもう昭和といえばいつも出てくる話題です。会社、学校の職員室、自宅、飛行機やタクシーは当たり前。なんと病院内もどこでも喫煙が可能でした。お見舞い中に病室でタバコを吸うなんて今では信じられませんね。当時男性の喫煙率は 80%、 女性でも 15% ととても高かったんですね。お使いでタバコもよくありました。小学生が休日の朝、タバコとスポーツ新聞を買ってくるお使いなんてことが普通に行われていましたよね。9つ目、音楽番組の録音。音楽番組の録音どうやっていましたか？あの頃お気に入りの一曲を聴くためにはレコードや CD を買う必要がありました。でも買えるのは本当に好きなレコードだけ。そこでテレビの音楽番組に好きなアーティストが出演するとカセットテープに録音をしてました。ラジカセをテレビに近づけてタイミングよく録音スイッチを押す。雑音も拾ってしまうので、できるだけ息を潜めて録音していました。必死に頑張っても録音したテープには雑音が入っていました。それを何度も何度も繰り返し聞いて必死に歌詞を覚えたりしました。録音の際に焦ってお気に入りが入ったテープの上に録音してしまうなんて苦い経験も必ず一度はありましたよね。10個目、和式トイレのちり紙。昭和40年前半くらいまでは汲み取り式の和式トイレを使用している家が多かった時代で、トイレットペーパーとかいう便利なものはなくてちり紙を使っていました。便器の前の木箱の中に四角型のグレーがかった白い再生紙が積み重ねてありました。オイルショックの時には買いだめのターゲットになりました。お母さんたちは匂いやハエなどの対策で大変そうでしたね。穴が大きいので落ちるところを想像してドキドキするのが当時の子供のあるあるでしたね。
月に1回のバキュームカーはなんだか妙に記憶に残っています。トイレ事情は本当に大きく様変わりしましたね。ネジ締まり錠、この錠もよく見ましたよね。実はこれ日本で開発されたんです。木製の窓枠に棒状の錠でねじって鍵を閉める仕組み、懐かしいですね。大正時代から使われ始めて昭和10年よりちょっと後ぐらいまで新しく付けられていたことは分かっています。昭和30年代にアルミサッシの採用が本格化したそうです。最近のレトロブームで希望が多く復刻して製造しているメーカーが出てきています。良いものが再評価されるのは嬉しいですね。その他にもノーヘルで原付を走らせたり、飲酒運転に寛容だったり、今では考えられないことはまだまだあります。どれもこれも楽しそうなのは、昭和時代ってこれからどんどん世の中を良くしていきましょうっていう熱い思いに溢れてたからかもしれません。未来への期待感が溢れている、それが昭和最大の魅力なのかなと思います。この動画で懐かしさとともに、あの頃の活気や夢に溢れた時代を思い出していただけたら嬉しいです。これからも懐かしくて元気が出る情報をお届けしますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。